皆さんこんにちは。 JR 岐阜駅前でイルミネーションが過去最多の約10万個の発光ダイオードを使用して始まりましたので、どんな様子なのかちょっとだけ見てきました。またイルミネーションを見てから JR 岐阜駅北に居酒屋がある玉宮方面に移動して居酒屋でお話を聞きました。最後まで見てくださいね。今いる場所は岐阜駅前で訪問者を迎えている黄金の織田信長像の前です。織田信長像はマントを羽織り、左手には西洋兜、右手には火縄銃を持ち、高いところから見下ろしています。これから岐阜駅イルミネーションを見ていきます。この岐阜駅北口の大きな階段ですが、信長夢階段という名前だそうです。私が見たところ、イルミネーションはここの階段が一番綺麗な感じです。この階段を重点に撮影します。岐阜駅のイルミネーションはこんな感じです。これから居酒屋がある玉宮方面に移動します。さすがに日曜日なのでいつもは賑わっているんでしょうが、歩いてる人少ないですね。イルミネーションを見てから JR 岐阜駅北に居酒屋がある玉宮方面に移動して居酒屋でお話を聞きました。岐阜駅前の居酒屋集合ビル岐阜横丁に初めて入ってみました。岐阜横丁は居酒屋が大集合した感じの、居酒屋ばかりが入った集合ビルみたいです。そんな中で私がお邪魔したお店は岐阜横丁の2階にあるお店です。お店の名前は味噌おでん屋台の赤ちょうちん、そしてイタリアン酒場の本棚にお邪魔しました。ではお店の人からお店の紹介をしていただきます。赤ちょうちんのお店です。味噌おでん、味噌おでんとか名古屋名物の味噌串カツ、手羽先土手煮とかやっております。あと岐阜の名物のけいちゃん焼き、あとこちらのお店フォンタナってお店なんですけども、ここでは珍しい洋風串ベニエの串揚げだったり、おでん、ラクレットチーズ、チーズフォンデュとか肉系も種類豊富に持ってます。よかったら岐阜横丁遊びに来てください。以上、お店の人から味噌おでん屋台の赤ちょうちん、そしてイタリアン酒場の本棚の紹介をしていただきました。赤ちょうちん本棚は岐阜横丁の2階です。場所が少し分かりにくい場所にありますので気をつけてくださいね。今回は岐阜駅のイルミネーションと居酒屋が大集合した岐阜横丁の赤ちょうちんと本棚でした。ドリンク代のみで無料でついてくるモーニングサービスの撮影は順調に進んでいます。順次編集ができ次第 YouTube に投稿していきますのでよろしくお願いします。皆さん最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。